どうもこんばんは、土の子ブラザーズのペペロンです。本日もマインクラフトと行きたいところなんですが、今回はお知らせ動画となります。何をお知らせするかと言いますと、一言で言うとスイッチに移行します。はい、生配信の活動をスイッチで行いますという動画です。そんでツイッチに移行する理由なんですけど、最近 YouTube で配信してると配信途中で頻繁に止まっちゃう現象がありまして、ぐるぐるって読み込み中みたいになって、スムーズに動画が見られないという、配信が見れないっていう、見てる側からしたらもうストレス半端ないみたいな現象が多発してまして、やってる側としても結構それはもう致命的っていう現象なんで、その原因がちょっとわからなくて、自分の PC のせいなのか、YouTube 側のせいなのかちょっとわからなくて、一応ね、配信ソフトとか、グラフィックドライバーとか、ね、全部インストールし直したり、ね、時間帯変えてやってみたりとか、いろいろ試したんですけど、できる日とできない日と、できない時間帯とできる時間帯、全部バラバラで、ちょっと原因がね、わからなくて、プラットフォーム変えようっていうことで、Twitch で数回配信をしたところ、配信途中で止まることもなく、スムーズに配信が行えたので、しばらくは Twitch で配信しようかなっていうことになりました。このチャンネル動画とかメインで行ってるので、YouTube で本当はライブ配信とかもしたいんですけど、できる状況というか、ちゃんと生配信ができないということで、でこれまで通り YouTube で動画投稿しつつ、配信は Twitch っていう感じでやっていきます。生配信の内容に関しましては、これまで YouTube の生配信でやっていたことと変わらないです。はい、マイクラの参加型やったり、今はポケモンかな?ポケモンをやってるんで、その続きをやったり、スプラトゥーンだったり、いろいろゲームやっていきたいなと思っています。Twitch のアカウントも開設してあるので、よかったらね、概要欄の方から、リンク貼っときますので、そこからね、飛んでいただいて、フォローしていただいたら、嬉しいなと思っております。まとめると、生配信は Twitch で行います。動画投稿はこれまでと変わらず YouTube で動画投稿をしていきます。っていう感じですね。ぜひ Twitch のフォローお願いします。あとはマイクラの参加型とかもやってるんで、よかったら参加していただけると嬉しいです。というわけで今回は以上となります。ぜひね、チャンネル登録と高評価、あとは Twitch のフォローもよろしくお願いします。それでは、土の子ブラザーズのペペロンでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。